これは73歳の上柴盛平さんが編み出した変わった武道。東京新宿の道場で束になってかかる弟子たちをコロリコロリ、名付けて合気道。外国のお客様も入門しています。ご神用にはもってこいと、娘さんは男を投げ飛ばす修行に懸命です。